犬に伝えやすい口調っていうものがあるよ。ようこそ犬の行動専門家ドッグトレーナー瀬方です。今回は口調についてお話ししていこうと思います。口調あるよね。人について喋るときでも犬について喋る口調、それっていうのはしっかりと伝えやすいような方法がある。じゃあ方法、よくね、相手と喋るときは感情を込めましょうだとか気持ちを伝えましょうとかね、犬であればちゃんと言うことが聞くようにしっかりと声を出しましょうとか言ったりするんやけれども、実際どう？そういうふうに言われて、はいわかりますって言ってジェって実践できる？私は無理やな私はそういうアドバイスもらって、何それどうしたらええのってすごい迷ってしまう。特に私はそういう感情を出すっていうのがすごくね、ちっちゃい時から苦手やった。今はもうね、技術としていろいろ身についたから、すぐ怒るまでもできるし、褒めるまでもできるんやけれども、そして伝えられるっていう、伝えやすい、犬に伝えやすい口調を使えるんやけれども、それは気持ちを出すっていうのも大事なんやけれども、それだけやったらすごく難しいやんか、できないやんか、いきなりプロの役者になれって言ってるようなもんで、俳優女優さんになれって言ってるようなもんで、普通はできないと思う。うん。じゃあ実際技術でそういうのってできるのって言った話なんやけど、これがあるの。犬に伝えやすい技術っていうのがある。口調の技術ね。それがアフェクトボーカライゼーション、アフェクトボーカライゼーション、そういった技術があるね。この口調ね、気持ちを伝えやすくする口調っていうことなんやけれども、それ技術としてあるから、それを学んで少しでも犬に気持ちを伝えやすいような口調だとか、ね、犬に分かってもらいやすいようなやり方、技術を一緒に学んでいきましょう。じゃあこれ3つあるからそれぞれ解説していこうと思います。まず1つ目、ゆっくり話す。ゆっくりスピードを落として話す。まあ、これ解説する前にちょっと、全体的なこのアフェクトボーカライゼーションの目標というか大事にするポイント、共通するポイント、これは押さえておくべきポイントっていうのがあるね。それっていうのが自分の人間、伝える側ね、伝える側、我々飼い主側の気持ちの平静、なだらかな気持ちの平静さっていうのがすごく大事になってくる。みんな感情っていうものがあるやんか。人間でも犬にも感情っていうのがあるんやけど、感情っていうのは伝えようとせずとも伝わるもんやね。逆に隠されへんもんなんや。だからイライラしてるような人とか怒ってるような人とかやったら、怒ってるとかイライラしてるって言わなくても、なんか口調がなんか違うなとか怒ってる雰囲気するなっていうのを感じとるやんか。相手の人が怒ってる、イライラしてるって露骨に言わなくても、うわなんかあの人イライラしてるとか、あの人怒ってるとかなるやん。逆もそうやね。あの人は落ち着いてるな、あの人は楽しそうやなっていうのも、その私は今落ち着いていますとか、私は今楽しいですとか露骨に言わなくても、気持ちっていうのは伝わるもんやね、伝染するもんやね、相手が分かってしまうもんやね。だから言うことを聞かすっていうね、おおアリさん、犬に何か伝えるっていうのは言うこと聞いてほしいだとか、こっちにねなんか意図があってやり取りするんやけれども、メッセージを伝える側がイライラしているだとか、何かマイナス面怒っているだとか、そういったことの、そういった感情に飲まれてしまうと、相手犬はこの人の言うことを聞きたくないな、なんかイライラしてるな、怒ってるなって逃げちゃうね。だからこちらの気持ちが平然としてる、平静としてね、落ち着いている、リラックスしているっていうことを伝えなあかんねやんか。そうなると受け手側は、犬はアリさんあ、この人間飼い主さんは今の気持ちは落ち着いてるから、何何言うこと聞きますよっていうふうに持っていきやすいね。それがアフェクトボーカライゼーションね。で戻ります。1個目、ゆっくり話す。これが大事。ゆっくり話すってなっていくときには、自分は落ち着いているっていう状況になっていくね。気持ちがざわついているとか、イライラしているときは、どうしても早口になってしまう。何かして怒らなと思ったら、キャーって怒ったりとか、何してるのそれあかんやんかーって、どうしても早口になるやんか。何してるのあかんやんかーとか、ゆっくり叱らへんやんか。やっぱり叱るとか、イライラするとか、怒るとか、そういったときには、言葉が早くなってしまうね。マイナスのときには、言葉が早くなりやすい、ね。それを、あえて自分の中で意識すること。口調のスピードを落とすことで、ゆっくりとした口調になることで、今自分は落ち着いているんだっていう気持ちにもなれるね。これ不思議なことに、自分の口調で自分が影響を受けるね。自分がゆっくり喋ることで気持ちが落ち着いていく、実際落ち着くわけよ。
そうすると犬の方にもこの落ち着いた気持ちが伝わるから、犬に聞き取りやすい心の状況を作ってもらえて、こっちの口調でね、意見を伝えるだとか気持ちを伝えるだとか、そういうのはできやすい。だから今ここアレイさんがいなくなって、アレイさんこっちおいでって言ってしまうと、やっぱり慌ててるだとか、こっちが何かちょっとピリピリしてるような雰囲気出すやんか。逆にアレイさんおいでーおいでーって言ったら、何かこの人はリラックスしてるな、なんか落ち着いて楽しそうだ、楽しそうではなくてもなんか落ち着いてる印象を受けるやんか。そうするとこの子は、ああ今私が落ち着いてるから、何か呼ばれたら素直に行こうかなーってなるわけや。はい、おもちゃ持っといて、善吉持ってきて、アレイさん善吉持ってきて、アレイさん善吉持ってきて、あ持ってきた、はい、今私も使ったね、ゆっくり喋るね、ゆっくり喋って何か相手に気持ちを伝える言葉を使う、口調を使う。そうすると少し言うことを聞き取りやすくなってもらう。アレイさんが投げろ投げろしつこいね。はい、これまず1個目ね、ゆっくりと喋る。じゃあ次2つ目、声のトーンを落とす。声のトーンを落とすことでどっしり構えた印象になるわけ。それは男性、例えば男性であれば低い声は出せるけど、じゃあ女性が男性のように低い声を出さなあかんかって言ったら、そういうわけじゃない。自分の普段のトーンから少し落とす、それを意識してもらえたらいい。そうすることによって、トーンを自分の今喋っているトーンから落とすことによって、また落ち着きだとか平静であるとだとか、心がざわついていないなだらかな状態であるっていうのが言えるわけ、ね、叱る時でも、例えばよくあるのはやっぱりさっき言ったようにね、スピードが速くなるっていうのと、声が高くなるね、こらー何してんねー、あかんやんかなるやんか。こういう風な叱りっていうイメージがあるやんか。こーらダメだろう、いけないでしょうっていうイメージないやんか、叱るのは。そういう風に叱る、わざと叱るような、あの叱り方をする人はいるかもしれへんけど、一般的ではないやんか。普通のノーマルな印象やったら、やっぱりこう叱る時とか、自分がイライラピリピリしてる時は口調は速くなるし、トーンは高くなる。それを逆を使うわけ。ゆっくりと低い声で喋っていく。何か犬に伝えるときに、普通にパラ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 喋っていくと、今私はいろいろこっちにね向けて喋ってるけど、アレイさんはね、私のこと今ちょっとね、あのおもちゃ投げてほしいから意識してるけど、特に意識しないわけよ、こういう口調のときは。逆にアレイさんどうしたの、善吉で遊ぶの、これで遊ぶの、遊ぶ、これシュルーナシュルーナ、よし、まあまあこういう風に口調をね、スピードをゆっくりする、ね、トーンを落とす、この2つをするだけでだいぶ表現の仕方が変わってるやろ。こういう風な、例えば自分の気持ちを落ち着かせて、なんか相手を、ね、説得しやすいような、聞き入れやすいような口調で喋りましょうって言ってもなかなか伝われへんやんか。今みたいなたった2つ、ゆっくり喋るのとトーンを落とす、これを2つするだけでだいぶ変わるやんか。アレイさん、この1番と2番、これがめちゃくちゃ大事になってくるね。そして今度3番目、3番目のポイントなんやけど、3番目はこの1、2を強化する役割がある。それが何やって言ったら、感謝を示す、相手に感謝とか敬意を示す気持ちを持つね。これなんでって思うやんか、気持ち持つだけでそんな変わらへんよとか思ったりするやん。実際変わるし、みんなは変えてやる、無意識のうちにやってるね。これどういう時にやるか、やってるかって言ったら、自分より立場上の人に対してみんなはおそらく自然と行っている。例えば仕事でも、なんか年上の方から何か言われた時でも、なんかこれやっといてって言われたら、はいはい分かった、オッケーみたいな、そんな軽い返事するしてへんやんか。向こうが立場上に なればなるほど、なんか落ち着いて、はい分かりました、はいっていう風な態度取るやろ。はいはい分かった、オッケーって言ったら、そんな軽い返事したら、なんか怒られるとか、あかんっていう無意識な感情を持ってるやんか。やっぱり落ち着いてゆっくりやろうとか、まあ慌ててはいはいって言ってしまうことはあるかもしれへんけども、今みたいな軽いノリじゃないやんか。しっかりとした対応をしていくやん。それは相手に敬意だとか、尊敬であるだとか、しっかり対応しようだとか、そういう気持ちが働くと、自然にみんな自分でやってるねやんか。だから、それを犬に対しても出すことが大事になってくるね。犬やから、まあ動物やから、なんか適当に扱ってやろうとすると、どうしても口調が速くなって、トーンが速くなって、声が高くなって、伝わりにくい口調になってしまうわけ。
そうじゃなくて、なんかね、あの尊敬できないとか、あの立場上じゃないからどうしたらいいのって思うかもしれんけど、この子が可愛いなとか、こういうとこ好きだなとか、そういった可愛いだとか好きだとか、他にないね、この子独特の魅力だとか、そういうのを自分の中で思い描くだけでも気持ちっていうのが変化して、その結果最初に言った1番口調がゆっくりになる、2番声のトーンが下がる、これをフォローしてくれて伝わりやすい口調になるわけね、アリーさん。だからこれね、あの犬との気持ちをね伝えるの上手な人は自然とやってる。ずっとペラ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 喋るんじゃなくて、犬に向かって何かね気持ちを伝えようとするときは、まあ子供に言うような分かりやすいようなイメージもあるのかな。これ遊ぶ？善吉くんで遊ぶの？これ周期ですか？好きなの？いい、好きなの？いいし！イエーイ！みたいな感じで気持ちを込めてね、気持ちを込めてって言うと伝わりにくいからあかんね。相手の好きなところね、私の場合やったら目今キラキラしてるなとか、耳が立ってて可愛いなとか、はあはあ言うほど遊んでるなかなとか、ね、そういう風な気持ちを持って持てば、あとはゆっくり喋る、スピーあの声のトーンを落とす、これをすること、こうすることで犬に伝えやすい口調、自分は今あなたに対して何かを伝えてるんだよ、あなたに対して喋ってるんだよっていうのが伝わりやすくなる。このアフェクトボーカライゼーションは自分の気持ちの平静さを保つのね。ピリピリしてないんだよ、落ち着いてるよ、リラックスしてるよ、だから私の言うことはあなたが受け入れても問題ないものだよっていうのを伝えるのと、その感情は言わなくても伝わるのよ、人間同士でも同じね。気持ちっていうのは、私は今こんな気持ちですって言わなくてもわかるやんか。だからそれを あの伝えたい愛犬に対してもしっかりと、ね、伝えやすい形で、ね、あのこの気持ちを受け取っても大丈夫ですよ、大丈夫だよ、あのピリピリイライラしているような爆弾をえいって投げつけると、やっぱり犬の方も受け取りたくないから、いやいやって言って逃げちゃうからね。そうじゃなくて、落ち着いた口調を使うこと、アフェクトボーカライゼーションを使うことで伝わりやすい気持ち口調になるから、ちゃんと愛犬が言うことを聞き入れてくれやすくなるから、そういう技術を使って自分の気持ちを伝えましょう、そういうお話でした。で、私のしつけ教室ではね、詳しくこういうのな内容をベースとしてしっかりと理論に基づいたしつけ教室というのをやっております。もし興味があればね、下記のコメント欄から覗いてやってみてください。それではまた次回もお会いしましょう。バイバーイ。